忍者号のロボットは見た目もかっこいいんですけど、こんな感じで安定性や耐久性にもすごい長けていますので、これもなかなか素晴らしいと思います。皆さんこんにちは、ジェスチャーのゴブレだ。はい、今回紹介するレゴはこちら、レゴ忍者号カイのエレメントパワーメーカースーツです。はい、今回はこちらを組み立ててレビューしたいと思います。はい、こちらは今年発売された新しいレゴ忍者号です。レゴ忍者号シリーズのロボットってすごい完成度が高くて、めちゃくちゃかっこいいんですけど、値段が結構高くて、あんまり買えなかったんですけど、今回こちらは Amazon プライムセールで2000円台で買いました。はい、外箱はこのようになっていて、今回は2体のメカスーツが付いております。これがカイのエレメントパワーメカスーツで、こちらが狼マスクのメカスーツです。狼マスクって結構雑な名前だなって思います。ちなみにこのセットなんですけど、ジャケ買い兼パーツ目当てで買いました。ちょっとどうしても新作のロボ作るのにこのパーツ必要だったため、これ買いました。はい。箱の後ろはこのようになっていて、今回のメカスーツの売りは胴体と腕と下半身と武器が分離して、このように自分好みのロボットに作ることができます。こちらの定価は4280円でピース数は322個です。ではこちらのカイのエレメントパワーメカスーツを組み立てます。完成、カイのエレメントパワーメカスーツです。はい、完成しました。ちなみに組み立てにかかった時間は、狼マスクのメカスーツで10分ぐらいで、カイのエレメントパワーメカスーツで25分かかりました。で、あとこれ作って思ったのが、このカイのメカスーツなんですけど、思ってたより結構ごつかったです。で、あとはカイのメカスーツと狼マスクのメカスーツには見たことないパーツが使われていましたので、これ作って結構面白いなって思いました。今回のセットに付属するミニフィグは全部で4体で、左からカイ、ゼン、ジェルダーナ、狼マスクです。ではまずこちらのカイのミニフィグから見ましょう。全体をぐるっと見回すとこんなようになって終わります。レゴ忍者号のミニフィグのプリントパーツめちゃくちゃすごいですよね。右手には刀を持ってます。ちなみにカイの顔はどのようになっているのかというと、このようになっていて、であとは両面仕様になってますので、このように顔を変えることができます。これで取り付ければメカスーツ登場状態にすることができます。続いてはこちらのゼンです。全体をぐるっと見回すとこのようになって終わります。背中に刀を持っています。ちなみにこれ刀なんですけど、全部で4本あって1本は余ります。ちなみに前の頭部は、はい、このようになっていて、で顔は両面仕様になってますので、このように変えることができます。はい、続いてはこちらのジェルダーナです。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。このジェルダーナのミニフィグのプリントパーツめちゃくちゃかっこいいですよね。なんか狼っぽく見えるんだよな。であとはこの肩アーマーの、これなんでしょう、マフラーなのかな。なんかこれも結構面白いなって思います。ちなみにジェルダーナも両面仕様になってますので、このように顔を回転させることで表情を変えることができます。ちなみに右手に持っている刀なんですけど、めちゃくちゃ独特な形をしてますね。なんかシミターみたいな感じの刀だなって思います。はい、そして最後はこちらの狼マスクです。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。ジェルダーナのミニフィグと並べるとこんな感じで、プリントパーツが全然違いますね。で、実を言うとこの狼マスク、なんと頭がついております。僕はてっきりこれ頭部がこれそのままなんじゃないかなって思ってたら、まさかのミニフィグヘッドがついててちょっと驚きました。で、このミニフィグヘッドも両面仕様になっていて、このように顔を変えることができます。目と歯が青になりましたね。これなかなかすごいかっこいいと思います。ちなみに右手に持ってる刀はこんな感じで、これも先ほどのジェルダーナと一緒でシミター仕様になっているんですけど、この狼マスクの方がちょっと短いです。はい、続いてはこちらの狼マスクのメカスーツを見ましょう。この狼マスクのメカスーツなんですけど、めちゃくちゃかっこいいですね。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになって
おります。これ一言思ったのが、これ手長いっすねまず胴体を近くで見るとこのようになっていて、胴体については今までのレゴ忍者GOのメカスーツと大体同じですね。腕はこのようになっていて、いつもだったら多分ここら辺で終わるんですけど、いつものメカスーツの腕の 1.5 倍ぐらいは長いです。手の造形なんですけど結構割り切ってますね。まあでも狼っぽさはちょっと出てるのかなって思います。個人的に言えばここにタイルパーツつけたり、あとは爪1個は増やして欲しかったなって思います。続いて足はこのようになっていて、今まで出てきたメカスーツとほぼほぼ一緒ですね。もう唯一違うのはこのつま先部分が爪になっております。背面はこのようになっていて、背面には尻尾がついております。でこのウルフメカスーツはこのウルフメカスーツにはボールジョイントが使われていますので、このようにグリグリと動きます。ただねこれ腕回すと肩パーツがこんな感じで取れちゃうんですよね。で手首もボールジョイントでこのように回転して、爪もヒンジでこのように動かせれます。下半身は腰が動かないんですけど、足の根元がこのようにボールジョイントで動いて、であと足首がこのように回転して、爪もこのように稼働します。ではこのメカスーツに防寒マスクを乗せたいと思います。乗せ方はいつも通りで、この胸のハッチを下ろして、ミニフィグのポッチの部分とここで接続して、であとはハッチを上げれば、はい、これで防寒マスクのミニフィグ登場状態にできます。これね頭部と胴体カラーが合いますので、これはめちゃくちゃかっこいいです。いやこれ鉄器ロボにしてはすごいかっこいいと思います。であとは可動範囲を生かしてこのようなアクションポーズも決まります。このメカスーツは可動もそうなんですけど、安定性もすごい優秀ですので、このような片足立ちも問題なく決まります。このメカスーツめちゃくちゃかっこいいんですけど、まあ強いて言うのであれば、この肩アーマーがこれちょっと取れやすいんですよね、こんな感じで。まあ個人的に言えばこの部分はちょっと残念かなって思いました。はい、続いてはこちらのカイのエレメントパワーメカスーツを見ましょう。メインカラーは赤色で、差し色にゴールドとブラックが使われていてめちゃくちゃかっこいいです。はい、全体をぐっと見回すとこのようになっております。では近くで見ましょう。まずこちらが胴体部分です。胴体については先ほどの防寒マスクのメカスーツとほとんど一緒で、違うのであれば一回りぐらい大きくなったのと、あとはここにプリントパーツが使われております。そうそう言い忘れてたんですけど、今回こちらのセットなんとシールは一切ありません。いやこれはね嬉しいです。続いて腕はこのようになっていて、もう一番目立つのはこれですね、この炎のエフェクトパーツ、これがすごいかっこいいんですよね。腕については忍者GOのロボットと、まあ基本的にほとんど一緒ですね。続いて拳はこのようになっていて、拳については指が3本あります。腕周りの造形も少ないパーツで結構よく作られてるなって思います。今回のメッカスーツなんですけど、結構下半身がごついなって思います。足の造形なんですけど、まあ基本的に言えば腕と、まあ、構造は若干似てますね。足首は黒がメインカラーになっております。でメッカスーツの可動範囲なんですけど、まず腕はボールジョイントでこのように1回転して、であとは肩のこのエフェクト部分がピンでこのように回転するんですけど、ちょっと当たっちゃいますね。であとは肩アーマーがこのようにヒンジで動きます。で腕のエフェクトパーツはボールジョイントになってますので、このようにグリグリと動かせれるのと、で拳は回転しなくて指がこのように開きます。で腰がこのようにクリックで1回転させることができます。で下半身にもボールジョイントが使われていますので、このように回転して、足首もこのようにグリグリと動かせることができます。ではこちらのメカスーツにカイのミニフィグを乗せます。ちなみに乗せ方は先ほどの狼メカスーツと一緒なんですけど、ミニフィグを座らせた状態で乗せます。はい、続いてこちらがカイのエレメントメカスーツについている体験です。この体験が結構でかいんですよね。なんかモンハンの武器になんかありそうな造形してますね。ちなみに武器を持たせる際は拳のこのピンパーツと体験のこの黒いピンを合わせます。であとは握らせれば、はい、これでカイのエレメントパワーメカスーツの完成です。これは結構かっこいいな。このメカスーツの赤色もすごいいいんですけど、武器がでかいので結構迫力がありますね。ちなみにこの状態でも結構稼働しますので、こんな感じのかっこいいポーズも見事に決まります。であとこのカイのメカスーツにはギミックがあって、右足のこの部分がピンがありますので、ここに先ほどの刀を取り付けることができます。ちなみに先ほどの狼メカスーツ同様に、このように片足立ちも難なく決まります。忍者GOのロボットは見た目もかっこいいですけど、こんな感じで安定性や耐久性にもすごい長けていますので、これはなかなか素晴らしいと思います。ちなみに冒頭でも話した通り、今回の忍者号のメカスーツは別売りの他のメカスーツのパーツを組み替えて、このようなオリジナルのロボットにすることができます。ちなみに僕はこのコールのエレメントメカスーツを持ってますので、次の動画で組み替え遊びをしたいと思います。エレメントパワーメカスーツと狼マスクのメカスーツを並べるとこんな感じです。ちなみに大きさなんですけど、カイのエレメントメカスーツの方がでかくて、狼マスクのメカスーツの大体 1.5
1.23 倍分ぐらいはあります。これ個人的に思ったのが、このメッカスーツなんですけど改造して合体させたいなこのセットに使われてるパーツがレゴロボットに使えるパーツだったり、珍しいパーツがありましたので、これはね、いやちょっと2個買っとけばよかったないや、もしこのセットが安く買える機会があったら、まあ、もう1個買おうかなって思います。はい、レゴ忍者号カイのエレメントパワーメカスーツはこんな感じです。はい、ということでレゴ忍者号カイのエレメントパワーメカスーツを組み立ててレビューしてみました。まずこちらのカイのエレメントメカスーツなんですけど、思ってたより結構ごつくて、使われてるパーツも珍しいものがありましたので、これは作っててめちゃくちゃ面白いと思いました。で、カイのメカスーツもかっこいいんですけど、この妖怪マスクのメカスーツも個人的には結構かっこいいなって思いました。で、あとはこのメカスーツに使われてるパーツが結構レゴロボットに使えるパーツもありますので、一応パーツ取りとして買うのもありなんじゃないかなって思いました。はい、以上ヒロゲでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ、ヤハハハハ。